まあ、俺の口調も元は格ゲー界隈のあれだけどな、多分知らん人多いと思うけど、ほぼベースはそう、一部違うやつあるけど、昔は普通だった。いや、わかんねえ、何を普通とするのっていう話になるから、うーん、二十歳より前の時はまああれだったのかな。まあそうかもね。配信始めたてちょいぐらいの時は一番格ゲー系のその用語多かったかも。ニコ生だったし、あの頃ってやっぱさ、ゴッツ&ゴッツ&国抜き王国って感じだったじゃん、多分。まあもうさすがに時間が流れればやっぱ抜けてくよね。それに比べてどうだ君たちは。いつまで経ってもよくわかんない端子ば使って、使ってない人はいいよ。そう、いつまでつけてんだっていう話なんだよね。変わらない味？うわー、残念だ。変わらない味があると思っているんだ君は。変わらないものなんてないから、やっぱ。まあ、意図的ならあれなんだろう、いいと思うけどね。やっぱ無意識にやってしまってるんだったら怖いよ、やっぱ。まあ柔らかくなるのはわかるよ、柔らかくなるのはわかる。これは俺もそういう意図でもともと使ってたからそうなんだけど、やっぱね、ちょっと使い方下手なんだよな、ちょっと申し訳ないけど、やっぱ下手な人が多い、使い方。やっぱね、常時つけてたら意味ないから。ハントシロム？いや、ハントシロムはいらないね。うちはハントシロムの文化ないよ。新規さんいらっしゃい。そうなんだよね。そう。ダメだったら、刺すだけだから俺がぐさってちょっと。恐れすぎなんだよな。一回刺されるぐらい、なんてことない。死ぬわけじゃないんだからさ。痛みがないと覚えないからね、人って。学んでってほしいよね、ここで。やっぱ俺とかも昔インターネット、MMO とかで、やっぱ、わけわかんないこと言ったりとか、空気読めないチャットをして、痛い目を見てきた。今ってやっぱそういう場ないじゃん。今こそ必要だよね。今は、マジでそれがないことの弊害が超出てるよ、今の世の中は。昔ほどそういう場が必要じゃないとか、そういう話じゃない。今ってさ、マジでワンアウトなわけ。ワンアウト。そう。お前らこの端子板の下手な使い方、お前外でやってみろ。もう終わりだよ、住所まで特定されて。やっぱ、お前らのこと思って、刺してんだから、俺は。そういう場になってほしいよね、ここが。殴る、やっぱ俺の手も痛いんだよね。すりむけてる、やっぱ。拳の皮が。